種なしパン、または、無発酵パンは、膨張剤を使わずに作る幅広い種類のパンを指す、言葉である。種なしパンは、一般的にフラットブレッドであるが、すべてのフラットブレッドが種なしパンであるわけではない。ホブズやソラ心持ちのように、同じ名前でも発酵させるタイプと発酵させない、タイプが混在しているものもある。トルティーヤやロティは、 それぞれ中央アメリカ、南アジアの主食となる。メソポタミア文明での麦栽培の発展とともに、加工した麦を保存できるように工夫している過程で、生まれたのが無発酵パンと言われている。現代でも肥沃な三日月地帯を中心に無発酵パンが作られるエリアが世界に数多く存在する。それは、膨張力の低い品種の麦や雑穀を使うことや、 調達できる火力が低くても調理できること、移動生活でも持ち運べる程度の調理器具でも焼けること、平焼きパンを食器代わりにする食事のスタイルなどによる合理的な選択の結果とも言える。種なしパンはユダヤ教やキリスト教においてシンボル的な重要性を持っている。ユダヤ教とは杉越しの期間中にマッツァー等の種なしパンを食べる。この行事はもともと 種なしパンの祭りといい、デイエジプト期によれば、死刑を含んだ厳しい戒律だった。キリスト教の天礼における生産の際にも用いられる。これの由来となった最後の晩餐では、イエスキリストが弟子と共にパンを食べた。カトリック教会の教会法では、生態には種なしパンや種なしウェハースを用いられるように定められている。プロテスタント教会は、 カトリック教会の監修を踏襲する傾向があるが、その他は、宗派の特徴や、地域の事情に応じて、種なしウェハースや、普通のパンを用いる。一方、大部分の東方教会は、旧約聖書に関連する生態に種なしパンを用いる、ことを明確に禁止しており、新しい契約の象徴として、公募で発行させたパンのみを許容している。実際に、これは、 東西協会の分裂をもたらした三つの争点の、うちの一つであったと言われている。船田英子2013、ピアニッシモ、43から63、ウェアー、ティモシー、ザ、オーソドックスチャーチ、ロンドン、ペンギンブックス、P66、ISBN0 から14から020592から、ロクマーサマッククロッシュ・ウィリアムズ、ディ i s is and Vivarets of the Old ー o ーーマクブライド、 ラストカンパニー 1913P36 ウィリアムルーベル 2013P168 ありがとうございます。